バレーボールアメリカ合衆国男子代表。バレーアメリカ合衆国男子代表は、バレーボールの国際大会で編成される、アメリカ合衆国の男子バレーボールナショナルチーム。他国に先駆けて1980年代中盤に、二人制、サーブレシーブシステム、スーパーエースシステム、バンチリードブロック、アナリストと PC を駆使した、リアルタイムデータバレーなど、画期的な戦法を考案した。 なお、アメリカののバスケットボール代表は、もとより女子代表と比較してもアフリカ系選手の数は少ない。競技人口に占める割合自体が少ない可能性がある。1947年に国際バレーボール連盟へ加盟。1980年代に入るまで中堅国に過ぎなかったが、1984年の時刻で行われたロサンゼルスオリンピックで競合を倒し、 金メダルを獲得。このロサンゼルスオリンピックではソ連が参加をボイコットしたため、ソ連が出場していなかったおかげで優勝できたと言われたが、1988年のソウルオリンピックの決勝で宿敵のソ連を破り、2連覇を果たした。1980年代後半は世界選手権、ワールドカップでも金メダルを獲得するなど、輝かしい成績を残した。 2008年北京五輪では、決勝で2002年以降の主要大会で、すべて優勝してきたブラジルを破り、金メダルを獲得した。メダルの獲得は1992年バルセロナ、五輪以来16年ぶりだが、金メダルとしての獲得は1988年ソウル、五輪以来20年ぶりである。2007年アメリカ合衆国男子代表、ありがとうございます。